樋口一彦です。あのー、コメントにも入ってたと思うんですけど、あの、私、去年の11月から iPhone を持っているんですよ。で、iPhone っていうのはボイスオーバーが効くもんで、まあ、iPhone に結局したんですけど、はじめ、あのー、楽楽スマートフォンにするか、iPhone にすごいするか、迷って、迷ってたんですけど、なんか楽楽スマートフォンは、 いろんな人から聞くと、なんか、いい評判がなくて、なんか、使い勝手がものすごい悪いよ、とかっていう、のを聞いたこともあるんですよ。あの、私の視覚障害者の人で、ちょっと知ってる人でも、楽々スマートフォンを持ってるんですけど、あの、ものすごい使いにくいって言ってました。あの、買って、びっくりしたって言ってました。あの、 今の最新型のラクラクスマートフォン今持ってるってその人言ってるんですけど、その前にもラクラクスマートフォン持ってたらしいんですけど、ラクラクスマートフォンね、あのー、よくフリーズするらしいですよ。週に3回ぐらいするそうです。メールしてるときとか、ウェブの検索してるときとかに、突然途中で止まって、あのー、まあ、その人音声使ってるみたいですけど、 もう全くそこから動かなくて音声も全く言わないそうです。それでもう嫌になってほっといたら何分かしたらまた画面があの初めの状態に戻っているそうです。でもそれって困りますよね。そういうことが本当に起きると。まあ私もダ々ダスマートフォン買わなくてよかったです。iPhone 買って。でもですね、私ドコモのユーザーなんですけど、 あの鈴鹿にドコモショップ鈴鹿っていうとこがあって私そこで買ったんですけどあの iPhone か楽々スマートフォンかもちょっと迷ってたんですけどドコモショップとしてはその iPhone のボイスオーバーのことをははっきりと知らないんですよボイスオーバーのがどういうふうな機能をしてどういうふうに電話したりとかどういうふうに電話取ったりとかすることは全然知らないんですよ 普通の目の見える人のあの仕様のやり方しかドコモショップは教えてくれないんです。ドコモショップは結構あれですね、楽クラクスマートフォンを結構進めてきますね。楽クラクスマートフォンはあのー、富士通がまあ作ってるんですけどあのー、楽クラクスマートフォンの方にはドコモって書いてあるので多分ドコモが あの、富士通に言って多分作らせているものやと思うんですよ。それで、私この iPhone これ持ってるんですけど、あの、これ、まあ、見てもたらそうなんですけど、まあ、あの、画面上にはドコモって書いてあるんですけど、この端末上には iPhone にはまあ、ドコモとか書いてないんですよ。iPhone の場合は。iPhone の場合は、まあ、ソフトバンクとか au とかも、 まあ、iPhone 自体は使い方も一緒で、同じものらしいんですけど、あのー、あとこれアップルとかしか、ま、あ裏、もし見たとしてもこれアップルとしか書いてないんですけど、あのー、ダクラクスマートフォンが、やっぱり、なんか、ちょっとドコモが、あのー、あれですね、あのー、 富士通に頼んで作らしてるみたいな感じがちょっと見えてますので、ドコモとしては、あの、結構 iPhone を勧めずに、脱力スマートフォンを結構私に勧めてきました。脱力スマートフォンだけの、まあ便利機能もあるし、音声もありますよって言われて、なんかすごい便利みたいなことを言われたんですけど、 ドコモの人の言ってることと、あの、実際に使ってみるた人のこととは全然違いました。あのー、これは事実です。本当は、まあ iPhone、本当はこれ私ボイスオーバーでメイン使わさせてもらってるんですけど、まあ iPartner っていう人から教えてもらって使えるようになったんですけど、 ドコモは本当はその便利な iPhone のそのボイスオーバーのことをあの教えてくれたらいいんやけどそういうことは全然教えてくれないですね。Apple サポートに聞いてくださいとしか言ってくれないです。はじめ私ねあのドコモで iPhone 買うときにあのー、基本的な電話かけることとか電話取ることとか教えてくれるって聞いてたんですよ。 はじめ、買う前は。で、買った後に、買った後もそうなんですけど、買う前もそうなんですけど、あのー、ボイスオーバーで電話切り方とか、電話の取り方教えてくださいって、いざ言うたら、店長みたいな人が出てきて、どこまでは、あの、ボイスオーバーに、あの、対応したことはやっておりませんって言ってね、はっきり言われました。アップルサポートに、 問い合わせてくださいって言われました。でもちょっとおかしいですよね。基本的なことは教えてもらえるっていうのに、あの、ボイスオーバーのことになったら教えてくれないって。皆さんどう思いますか私はちょっとおかしいと思いますけどね。あの、基本的なことはやっぱり教えてもらわないと困りますよね。まあでも私は、まあ、 結局 iPhone 買ったんでもう iPhone でずっと、あのー、やってくつもりなんですけどもう楽々スマートフォンはあのー、絶対変えたいつもりでいますけど、あのーまあ、楽々スマートフォンは結構ね、あのー、指の動きにも結構ついてこないって遅れてついてくるみたいなので、あのー、見える人にも見えない人にも。 おす以上であのー、私のあのー、今の、あのー、スマートフォンの説明は終わります。失礼します。